ピー。ご存知ですか、毎年10月は食品ロス削減月間。もったいないの心を大切に、できることから取り組みましょう。んあ、期限過ぎてるやん。これは急がねば。あ、期限過ぎてるやん。残念やけど。あ、待って、もったいない。橋本ゆうきの食品ロスを考える。あなたはちょっとこっちに来てください。ちょっと来てください。ちょっとすいません、見せてもらって。あ、やっぱりほら期限過ぎてるでしょ。よく見てください、賞味期限1日しか過ぎてないでしょ。消費期限は期間が過ぎたら食べない方が良い期限、賞味期限は美味しく食べられる期限のこと。賞味期限の場合、未開封で定められた方法で保存した場合、すぐに安全性に問題があるとは言えないんです。それってまだ食べられるってこと？だからもったいない。では大園さん、サンドイッチは傷みやすいから消費期限。正解。お弁当は同じ理由で消費期限。正解。では即席カップ麺やスナック菓子は開けていなければ食べられると思うので賞味期限。大正解。皆さん、お店で商品を購入するとき、商品棚の奥から取っていませんか？購入してすぐ食べる場合は商品棚の手前にあるものから買う手前取りがおすすめです。私も食品ロスを考えて手前取りをやっています。自分で褒めるって手前味噌ですね。じゃんじゃん。